芝岡博士郎は、東京都出身の日本の生物学者、理学博士、大阪大学名誉教授、大阪大学名誉教授、元 JSPP サイエンスアドバイザー。兄は、青山学院大名誉教授の数学者、芝岡康光。都立13中学校に在学中、所属していた生物部の指導教官に、ひまわりって本当に回るのでしょうか と尋ねたところ、僕は回ると思っているんだが、どうだ君一つ見て民家、と悟され実験を行う。このことがきっかけで生物学を志すようになった。植物細胞が細長く成長する分子機構の解明に取り組み、植物ホルモンであるジベレリンがセルロース繊維の方向を制御することで重要に関与していることを明らかにした。また、研究の過程で、 広く除草剤として使われていた化合物ジクロロベンゾニトリルがセルロース合成阻害剤であることを世界で初めて明らかにした。この物質は現在でも最も得意性の高いセルロース合成阻害剤として使用されている。同感要素の細胞分化過程においてアクチン繊維が二次細胞壁沈着パターンを制御することの発見など評価の高い業績を挙げた。 植物科学調節学会、日本植物学会並びに、日本植物生理学会等において活躍し、当該分野の発展に大きく貢献した。2018年、杉山に登山中体調が悪くなり単独下山。道中で、行方不明になる。2019年7月、登山者により、遺体が発見され、死亡が確認された。ありがとうございます。